J-Wave 今週のゲストは漁師でライターの畠山千春さんですよろしくお願いしますよろしくお願いいたします畠山さんは1986年生まれ法政大学卒業後ウェブマガジングリーンズ JP のインターンを経て NGO NPO 支援映画の配給事業を行う会社に就職され2011年の東日本大震災をきっかけに動物の解体狩猟の勉強を され昨年狩猟免許を取得現在福岡を拠点に狩猟活動だけでなく糸島シェアハウスの運営もされてい,れいらっしゃいます、えー、まず畑山さんの著書あのうちの記録者から出させていただいたんですがこの私解体始めました、はい、狩猟女子の暮らし作りすごい本だねこれね <laughs> そうですね、うん、あのなかなかインパクトのあるあ,あのー なんだろうな自分のところで出てて言う,あの言うわけじゃないけど狩猟関係の本ってまずあるんですか、はい、世の中にはいありますあってるのかねそうですね文化とか自然とか文化自然趣味じゃないんだ趣味,趣味の趣味のジャンルじゃないんだ狩猟はのところでは見かけたことないですね、えー、今まで熊に会ったらどうするかって本出したこ<っ>とあったけど <laughs> あれは あのアイヌの方のね、はい、話なんですけどまあまあま君みたいなこういう普通の横浜だっけ、はい、に暮らしてた人が、えー、いきなり、えー、こうやって両親を目指す、まあ、まずはそのきっかけから話していただけますかね。はい、えー、とまあ一つの大きなきっかけはその3.11でした。 で当時は横浜に住んでたんですけれども、まあ、その大きな津波の被害とかはなかったんですけれどもやっぱりその都市ならではのパニックみたいなものがあって、まあ、スーパーに行っても食べ物が買えなかったりですとか、まあ、お水から放射性物質が出た時はその、まあ、自動販売機のお水もなくなるような状況がちょこちょこあったんですね。うん やっぱそういう時にお金っていざっていう時にそれで、まあ、やっぱりそういう買い占めが起きてしまうのもご近所さんとのつながりがなくて周りの人を信頼できないからだと思っていて、はい、なんかそういう,こうあの時のこう今なら何が起こってもおかしくないっていうそのピリピリした空気というのがすごく 嫌だったんで,す、ね、<ー>でまあ当時はその私はたまたま横浜にいたので生き残れたんですけど、うん、まあもし万が一次その横浜に住んでる時に直下型地震があったら果たして自分は生き残れるだろうかと、はい、でその時に今のままだったら死んでしまうだろうなと。から、はあ、これからは周りがどんなに変わっても自分自身の力で生きていく技術とあとは信頼できる人たちと一緒に暮らしていくコミュニティを作ろうと。 まあそれを決意したんですねなのでまあ私の今の活動はまず自分の暮らしを自分で作るということがテーマであって、まあ、狩猟はその中のまあ食べ物を自分で取ってくるというところのまあ一つのまあ方法ということになりますね。でも僕もさ同じようにさ東京でまあ地震にあって、はい、それでなんかみんなパニックになってたけど、うん、まあどうにかなるだろうって思ってたわけよ。 <laughs> ってことはやっぱり君はさ <laughs>、はい、自分では気が付いてないけどさ、うん、そこまであの震災後思い詰めるっていうのはもともとなんかかあったんじゃないですか <laughs> はいそうですねまああのこれがただのきっかけであってその前々からずっとやっぱり持続可能な暮らしを自分で作っていきたいという気持ちはすごくありました。<笑>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  まあただでもそれは自分が子供で家族ができて大人にもう会社を引退してからでもいいかなってずっと思ってたんですけどやっぱり3.11があってまあいつかいつかじゃなくて今からやらないとダメなんだなっていうのはすごくありました。はい、最初はは何かららってあれ普通はささ、はい、そういうふうういに自分の暮らしを変えよとと思うとさ、うん 本屋さん行ってさ入門書買うとかさどっかの学校入るとかさ、はい、それが入り口だと思うんですけど入り口は何だったんですか解体への入り口でですすかそうね えーとまあ本には書いてないんですけど、一番最初のきっかけというのはそのまあ飲み会の席でですね、あの鳥の締め方を知ってる方がいらっしゃったんですね。はい、あ、それがちょうどあのキラクサさんから出てる、うん、あの僕は島であはい、はい、の。 方なんですけどその方がたまたま鳥の,の締め方を教えてくださって、うん、あっ鳥を締めるっていうことはこういうふうにやればできるんだっていうことその時初めてその実感感として感じたんですね、うん、普通知らないもんね見ないしね。でやっぱりそれがき本当に一番最初のきっかけとなってじゃあ実際に自分でもやってみようかと思うようになって。うん それで初めて、まあ、その鳥をしめるっていうイベントを企画してやったんですけれども<ー>まあその時はどっから仕入れたの鳥は鳥はあのたまたまお友達で養鶏農家をされてる方がいらっ,しゃってそういう人はいたんだ、はい、でその方から譲っていただいてでそのちゃんと鳥をしめる場所もありましたしそれをイベントとしてこうあの告知してくれる場所もあったのですごくラッキーだったと思いますそしたらあれですか、まあ、仲間が 集まって、はいはい、でまあただ締めただけじゃ可哀想だもんね食べてあげないとね、はい、じゃあそういう何人ぐらいの会でまずはデビューしたんですかそうですね全民で六七人ぐらいだったと思うんですけどあの,あの男女男女比はどうだったんですか男女比は半々ぐらいぐらですかねみんな締めたことない人はいはあ、はあ、まあその。 目の前で鳥がしみられてるのを見たことがあるとか、うん、まあ本で読んだことがあるとかネットで見たことがあるとかそういう、まあ、段階の人たちででもやっぱりみんなその自分の手でやったことがないからこそ,そ、ねうん、やっぱりもう途中で手を止めることができないので、うん、必死でやり抜いたっていうあ。みんなってない君だけじゃなくてその6人みんなや一緒にやってみた はい、あ,あの一人で締めたわけではなくてああみんなでこう協力して例えば木に吊るして押さ<あ>える人が押さえて首を切る人が首を切ってっていう形でああああその日は何羽の鳥をあれですか締めたんですか1一羽ですあ一1羽ですか、はい、それであの,どのくらい時間かかかるものなんですか結構午後いいいぐらいは使いますこの本にも詳しく <laughs>、はい、後ろの方に図解が出てたりなんかしますけど、はい そういう時はあれですかなんかガイドブックがあったわけじゃなくて先生に教えてもらったんですか？いえあの誰も先生はいなくて自分たちでそのまあインターネットかなんかで調べたの、はい、私はグーグルとユーチューブでで見てはい見て調べて<ー>それでやってみました実際やってみたらあの想像してたことと何が一番違いました <laughs> そうですねギャーギャー泣く泣きます。 やっぱり鳥の力が予想以上に強かったということとか、まあ、鳥の生命力が本当に,、まあ、にそれに圧倒されてしまって、うん、で本当は、まあ、ちゃんと気絶させてから首を切らないといけないんですけれども、うん、やっぱそれが一番最初はできなくてですねああでその鳥を苦しめてしまったことをすごく後悔して、うん、でその後にまに、あ、どうやったらそのプロじゃなくてもその確実に。 その鳥を苦しめることなく、しめられるかということを勉強しました。十人。ノーハーストー。それで実際あれですか、あなたの住んでいらっしゃる、この福岡の糸島、はい。まずこの糸島っていうのはさ、島なんですか。えっと、半島ですね。まあ、あの関東だと、房総半島みたいな。 感じなんですけど、うん、福岡県の、福岡市のすぐ隣にある佐賀県との県境の場所で。まあ、私が住んでいるところは海があって、山があって、まあ、田んぼがあって、川があるっていう。まあ、そういう自然豊かなところですね。はい。なんで糸島行っちゃったの、いきなり横浜から話せば長い。<laughs> いや、あの、会社の移転ということで。 はい福岡にまず引っ越しまして、はい、あの田舎暮らしをずっと、ま、千葉でちょっとしてたんですけどその時の幸せな暮らしが忘れられなくて、うん、福岡でもやっぱり田舎暮らししたいということで糸島にたどり着きましたへえまあでもあ,あれなんじゃないの,その農家の人やなんかによそ者だから嫌われたりしなかったんですか、はい そうですね今住んでる集落があの17世帯しかない小さい集落で、はい、名字も4つしかないんですよ。うん、なのでそこでシェアハウス今あのシェアハウスをやってるんですけどそこでシェアハウスをやるっていう時に大家さんにここに住むならただ住んでるんじゃなくて集落の一員になるような気持ちで住まないといけないよっていうことを教えていただいて、うん、まあ引っ越す前に、まあ、その。 そこのの地域のお土産行事に参加させていただいたただりとかまあ引っ越してからすぐに、まあ、その17世帯全部にシェアメイトをみんなで手土産持って後輩撮影に伺ったりとか、まあ、そういうことがすごく良かったみたいであの今はあの地域の川ざらいとか行事とかにも読んでいただいてすすごいお世話になってま,すまあ多分あれでしょうねそ,そこで住んでる人たちにとっては若い自分の息子娘は。 あの都会行っちゃってて、うん、で君たちみたいなちょっと風変わりな奴らが <laughs> <laughs> シェアハウスに暮らしてるんだろうと思うんだけど、<laughs> はいはい、どどんな仲間なんですかあのみんな職業はあるんですか？そうですね我が家はまあその手に職のメンバーが集まっていて、まあ私がまあ新米の漁師なんですけど、あじゃあサラリーマーいないの？サラリーマンはいないですね、はい、はい。でやっぱそのあとは料理人とか。 写真家とか着物の着付け師とかえっ、ー、と音楽家と農家と酒屋が住んでます。うんうん、じゃあみんなあれじゃないどっか勤めるとこないからえー、あ朝起きて、はい、それで野良仕事かなんかやってんですか。<laughs> この外側のこの10月号のさ <laughs>、はい、え表紙になってるのは。はい これはは多分シェアハウスの食卓ですか、はいねうまそうだよねあのうちはご飯はみんな一人一品ぐらい作るので大体、うん、まあいつもすごい豪華なんですよね、うん、なのでまあ7人分のご飯なんでなるほど、はい。え大体あれですかこの食費っていうのかなはい あのいいこ,これはもうすごい豪華に見えるんだけど、えー、1人1か月いくらぐらいになるんですかねこうやって実給自足というかみんなでやってるとはい大体月1人当たり5,000円ぐらいです、ね、えー、そんなものできできちゃうのまかなんのはいまあその季節によって例えば夏は夏野菜がものすごくたくさん取れてお裾分けとかはだくのでそれでかなり食費が下がるっていうのとまあ でも冬はもうちょっと上がります、ね、6,000円とかそ、うんなにいかんないですけどでも、はい、要はこのぱく質っていうか肉はもう全部あなたが取ってきちゃうから100あれでですすかか自自給足肉はそうですねまあその野菜の方はなかなか7人分自給は難しくって今はほとんど まあ時給はできてないんですけど、お肉の方は今100%です。っていうのは私たちがその家畜は食べないっていうスタンスのまあ、うん、ゆるべじの食べ方をしてるんですね。うん、なので特に今はあの猟奇じゃないんですよ。その 狩猟といっても一年通年で取っていいわけではなくて。あですかはい、十まあ大体十一月から二月とか三月ぐらいまでが料期なので。<ー>そのオフシーズンの間、私も狩猟していないんですね。はい、なので、その間はもうほとんどお肉を食べないか。うん、まあその冬の間にとっておいて、冷凍したお肉を。 まあ、お客さんが来た時に出して食べるとか誰かの誕生日の時に出して食べるとか、うん、そういうふうな食べ方をしてますク、えー、そんな畠山さんは昨年ついに狩猟免許を取得されて、はい、晴れて漁師さんになられたんですけど、はい、このまずその狩猟免許とかさ、はい、漁師の世界ってさ 普通の人全く知らないんで、はい、教えてくれない何人ぐらいの人がいてどんな暮らしてるのこういう人たちって調べてくればいやいかやいいけど <laughs> えーと まあそうですね漁師といってもいろんなタイプの方がいらっしゃって、はい、そのマタギっていう人はもうほとんど本本物物それいマタギという人たちはもうほとんど全国の中でもいないと言われていて、ね、今やっぱり多いのが農家ととの兼業漁師だと思いますあなるほど、はい、で私もおそらくその分類に入るんじゃないかと思うんですけれども、うんうん、今その鹿とかイノシシの農業被害かなり増えてきていて自分たちの田畑を 守るために免許を取るという方が多いです。まあ、あとは趣味としてやられた方も多いですね。はい。ただ、昔はそのまあ、その狩猟というのが。 まあ趣味として大きく広くその知られてたわけなんですけど今は趣味もいろんな形のまあ多様化してきてどんどんそういう狩猟の世界に趣味として入っていく人はかなり今減ってるとは思います、うん、でもさなんかあなた普通の女の子なのにさ、はい、いきなりあなたがこんな解体とか始めて、うん、ご家族や友人の反応ってどうでした そうですね、まあ、私がこういう活動をしている本当に一番最初に遡るとすごく両親の影響というものがあって 2>,、うん、2人ともあの、まあ、登山部で部山系なんですね。でもちっちゃい頃から山に毎日連れて行かされて行、まあ、かされててたんです <laughs> あ,あ,あんま好きやなかったね。 山よりディズニーランドに行きたくて、うん、で親に「山がつまらないからディズニーランドに連れてってくれ」ってお願いしたんですけど、うん、そしたらなんか「ディズニーランドはあの手この手で感動させてくる場所だから、うん、自分で夢が見れなくなった大人なところだ」って、うん、父が言ってて、うん、だから子供にはまだ早いから、うん、子供はまだ何もない何もないところから面白いことを見つける力を身につけなさいみたいな。 真面目なお父さんがね外言 <laughs> 読んでたんじゃないの。<laughs> <laughs> 読んでると思います。<laughs> <laughs> はい。J way Noah's t a l あと僕この本で驚いたのは私解体始めました。はい、実にいろんな動物食べてますよね。あなた <laughs> あのね、イタチも結局食ったのでまあでもイタチはちょっと口に含んであそう一かけら飲み込んだぐらいですアライグマがうまいと書いてあったよねえっとアナ,グマ、ね、アナグマだ、はい、で結局一番うまい順で教えてくれない今まで食べてえっとまあ個人で個人差にはなると思うんですけど一番おいしいのはアナグマだと思いますアナグマさん、はい、へえ食べたことないよねみんな <laughs>、はい、次は そうですねイノシシですかねイノシシはい、えー、でその次に鹿あうウサギじゃないんだ鹿ウサギも美味しいですけどちょっと量が少ないはあ<ー>まあでもその次にやっぱウサギですかねうん、ま、そうするとさ、はい、普通の人ってさ牛と豚と鳥じゃんはいあの食べたことあるのってはい そうすると「あなたが美味しい」って言ったものは下手したら一生口にしないで人間終わっちゃうやつが多いんだね <laughs> そうですねもったいないですね,ねすごいね、はい、今じゃあ畠山さんがあのまだ食べたことなくて、はい、まあ漁師仲間でいろいろ話すと思うんだけどさ、はいろんな伝説を。<laughs> 食ってみたい動物って。でですすか山山鳥ですね山鳥ねは,いは 山鳥。山鳥はあのまあ姿もすごく美しいんですけど、まあお肉も美味しいということで聞いてるんですが。まあ私の罠はですね、あの鳥は捕まえられないので。まあ他の漁師さんからいただくしかないんですけど、まあいつか食べてみたいなとは。山鳥ってでかいの。まあこれ、これぐらいじゃ。鶏よりでけんだ。鶏と同じぐらいじゃないですかね。はい。獣医もええ。 畠山、えー、さん2012年から料理人の志田光一さんとのユニット「はい、チキンズ・キッチンで」で、え、鳥、ー、やガマを絞めて食べるワークショップを、えー、開催されていますが、えー、これはあれですかワークショップとど,どんなふうに大体、えー、丸一日のイベントなんですけれどもまあ午前中に、まあその鶏とか。 普段自分たちが食べてる鶏肉とか卵とかがどこから来てるのかみたいな座学をまずするんですね。でそれからその鶏の締め方をみんなで学んでまあ午後から実際に解体いい、うん、でその、まあ、私たちはほとんど触らずに。 その参加者の人たちに実際に閉めてもらうということなのでかなり時間かかっちゃうんですけど、うん、で最後に、まあ、そのみんなで締めた鳥を食べてその後はワールドカフェ形式の、まあ、ディスカッションで、うん、その日感じたことをみんなで共有してもらうっていうそういうい場を設けてます大体参加人数って何名ぐらいであの費用はいくらぐらいかかるんですかそうですね えっと参加人数はだいたい二十人から三十人ぐらいなんです。あそんな多いの。はい。<ー>でだいたいその十人あたり一話ぐらいのボリュームで、はい。でやってます。あのこ費用はいくらぐらいですか。費用はその場所とかにもよるんです。<ー>例えば遠いと交通費が上乗せされて<ー>高くなったりとかするので、うん、何とも言えないんですけど。でも一万円はしない。一万円しないです。はい、<laughs> 一万円はしない。はい。 どういう方が参加なさるんですか、ね、そうですね。もうその時は告知して二時間ぐらいで埋まってしまったんですけど、うん、大体年齢層で言えば、えっ、ー、と私と同じ二十代ともうちょっと上の三十代がメインで、あのお子さん連れの方もいらっしゃいましたね。うんうん、はい。やっぱあみんな喜んで帰ります。そうですね。まあ感想アンケートを取ってるんですけど、はい、本当に満足度 が高くてすごくありがたいんですけどやっぱり一番最初の皆さんのまあ、理由というのがまあ、その食卓にやってくるまでの過程を自分でちゃんと体験したいっていうことだったんですねで、やっぱり体験しないとわからないことが本当にたくさんあるということで私もやっぱりこういう本を出してはいるんですけれどもその現場に来ないとわからないことが本当に命の現場ではたくさんあると思うんですよね なので、まあ、そういうチャンスがもっとたくさんあったらいいなとは思います。でやっぱり、まあ、私がこうやってなんで発信してるかというとやっぱり初めて私がこういう、まあ、鳥の解体をやろうと思った時にどこにも情報が 載っってなかったんでですね,ね、うん、で図書館に行っても本屋さんに行っても自分が欲しいと思ったものがなくてでインターネットで探したらやっぱりインターネットの方が詳しししく載っってたたんでですね、うん、動画もありりまやぱ自分がこうやっていろんな体験を積んでこれたのはそうやって私たちの先輩たちが自分たちの経験とか知識とかを公開してくださったからそこそやっぱ私がこういう活動できてるので。うん、やっぱ次に やってみたいと思う人たちの,、まあそのきっかけというかに役立てればいいなと思ってこういういい形で公開はしています、うんはいまあ、現在はその糸島福岡のえ近所で、はい、まあシェアハウスを運営なさってるんですけど、はい、今後なんかこういう方面のね活動をしたいとかあったら教えてもらいたいんですけど。うん、そうですね、まあ、今は まあこういう活動してるんですけどこれからあのまあ駆除されたイノシシがあの食肉 加工場でまあお肉になっていくるんですけど、その時の毛皮がどんどん捨てられていってるんですね。ああイノシシ君の。はい。もったいないね。はい。で私は今独学で毛皮のなめしも勉強してるんですけれども、うん、まあその皮を捨てられている皮を生かした何かプロダクト作りができないかということで、うん、今少しずつ活動を始めてます。え、まあまあでもこれからもなんかあ,あれですね。はい。そういう仲間を増やしてください。はい 今日はどうもありがとうございましたありがとうございました J-Wing ロハストー